いやー寒い寒いよ。外の気温が車の表示やったら1度ですね。外の道路の気温状況やったら0度。あちこち今日はちょっと凍結してますね。昨日の夜にうっすら雪積もっとったんで、一歩出る黒い服で歩くのやめてほしいな、はい、暗黒放送しておりますけど、よいしょ、いつもの山坂道です。今日は1月の27土曜日です。仕事です。テンション低いです。声も低いです。昨日はちょっと体調悪くてね、ずっと風いうか鼻ですよね。鼻がおかしくて、くしゃみがずっと連発するとか、鼻水止まらんとかね。そうなんで、鼻カピカピになって、なんかなんていうんやろ、皮膚がカサカサになるぐらい鼻かまなあかんかったんやけど、それでまあちょっと金曜日お休みいただいて、で、まあ、休みついでに病院も行って薬もらって、で昼からスカイラインがちょうど車検の時期なので車さんに持っていくという流れが昨日の金曜日だったんですよね。で、まあ、せっかくスカイラインをこう動かすので、みんなが好きなスカイラインなのかどうか分かりませんけど、スカイラインの動画は結構みんな見てくれるんですよね。話してる内容そんな変わらんねんけどスカイラインの動画はみんなよく見るというのと、まあせっかく動かすからっていうので、昨日スカイラインで動画を撮ったんですよ。30分ほどつけたり回したりしながら、30分ほどかな、もうちょっとかな、撮ったんですけど、で、無事にというか普通に車屋さんに、先輩がやってる車屋さんね、車検お願いしに持って行って、で帰ってきて、よしさあ編集しようかな、まあまあ尺取れたんちゃうかなと思って動画を確認したところ、無声動画でした。無音動画でした。はい、悲しいな。何が悲しいって、もうワクワクしながら家帰って確認した時に、あっちゃーって、やっぱり GoPro は GoPro で外部マイク使う時は確認をしなきゃいけないって毎回思ってるけど、3回に1回ぐらい確認を逃すんですけど、その3回に1回逃した時に限って音声が入っていないっていう、あるあるですね。やっちゃいました、やっちまいました。あ、悲しいな。俺の8ギガもっとかな、返してくれ。8ギガどころじゃないな、14分で4ギガやから、4ファイルほどあったから16ギガか俺の16ギガ返してくれ。あー悲しい。まあ悲しんでてもしゃあないんですけど、まあ、そうやってね、マイクっていうか 3.5mm のミニプログが下がってなかったっていうだけなんですけど、いろいろなんていうの、ミス、ボンミスっていうのもこの GoPro いろいろあるんで、外部マイクを使うと、ね、外部マイク使わずにするときはまあほぼほぼミスることはないんですけど、で、
まあ、それがショックやったんで、今日は仕事行くついでにカメラ回してます。帰りはだいたい生放送するんで、通勤での収録する動画っていうのはほぼこの朝になってくるんですけど、この車ずっと左ウインカー出てる。入ってくるか、入らず左ウインカーか、ずっと出てると、ずっと出てる。まあ、でその風やろなんやろできっと体力も消耗しとったんやろな。木曜日生放送帰りにして半分居眠り運転ですよね。意識飛んでたで、ちょっと5分だけ寝ます。でもうその後すぐ病院行く、病院に診察してもらって薬もらって、で木曜日から薬飲み始めてっていうコースだったんですけど、生放送中に5分どころか3時間寝たんで放送事故やな。3時間寝てパッと起きたらもうどこここみたいな、あれ俺何してたんやろって記憶喪失になったの。はい、ねえ、まあそんなこんなで過ごしとるわけなんですけども、データはそうやって、ね、消しゃいいですけど、一度世の中に出たデータっていうのは消せないんですよね。俺の生放送ぐらいは別に大したことないんですけど、 YouTube 見てるといろんな人の動画を見る機会があると思うんですけどね、まあ、俺の中でよく言うのがランク分けじゃないけどもグレードがあるんですよね。 B ランク、 A ランク、 S ランク、この3種類。もっと細かく分けりゃもっとあるんでしょうけど、まあ、B ランクったら、まあ、俺が見て楽しいなとか、まあ、もっともっとこう広めたいな。 A ランクはもう皆さんもご承知の通りっていうような触れ込みがつくランクで、 S ランクはもしかしたら知ってるかもしれんけどあんまり教えたくないなっていうようなね、まあ自分の中でとっておきのデザートというかメインディッシュというかまあそういう位置づけなんですけど、その S ランク配信者めちゃくちゃ可愛いんですよ。俺の好みなんですよね。声もちょっと鼻声チックな声で、八重歯もある、ちょっとエロいというかだいぶエロい配信、なんかのレビューをしたりするのにも三角座りをして、スカートで三角座りをして正面からカメラを撮るとかね、ヨガの動画を撮ってみたりとかまあそんなんがあるんですけど、うわーかわいいな、で登録者数もぐんぐん伸びとるよなって思いながら見とったんですよね。でとあるサイトであれって思う動画を見たんですけど、多分1年ぐらい前の動画を他の人が上げてるんですけど、見たらその人気配信者の、まあ、1年ぐらい前にやってた有料放送でのライブチャットの録画を上がっとったんですよね。あっちゃーって、もう哀れもない姿でのライブチャットで、今やその YouTube 上ではAmazon の欲しいものリストに入れてるような商品を視聴者の方に買ってもらってありがとうございますみたいなねことを言ってるその人が、実はもっともっと
もっともっとというか1年ぐらい前には有料放送、ね、FC2 だと思うんやけどな、FC2 ライブかなんかで、有料放送してたっていうね、清純な感じを売ってるのか何なのか分からんけど、ああこれそのうち広がってしまうんやろうな、もうちょっと有名になってきたら同じようにそこにヒットしていく人おるんちゃうかなとね。まあ俺は今早い段階でそれ見たんで、プレゼントしてるような人らが見たらどう思うんかなってね思いながら、世に出たデータっていうのもね、そのいろんなベッキーのラインとかなありましたけどね、データとして世の中に出てしまうともう取り返しがつかないことになってしまうんでね、皆さんもデータの取り扱い、動画のアップもそうですよ、転載される場合もありますしね。俺もこの間この GoPro 実況チャンネルの動画をごっそり転載されてるチャンネルがありましてね、多分自動的にやるんでしょうね、パソコンで一つ一つ手動でしていくには、なんていうの、間に合わんぐらいの量はあると思うんですけど、同じ日にドワーってこう上がっとって、何やこれ CBX125 っていうのを検索した時に、あれ俺の動画上がってるやん、しかも違うチャンネルでっていうのを見て、でようよう見ていくと全部俺の動画パクってるんですよね。参っちゃいました、まあ、あの人のやったチャンネルの人には俺の動画が全部データとして、パクられてたんだ、そのまま直接転載でこうアップされたのかよく分かりませんけど、データとして持っていかれてなんか不具合があるような動画って今のところないと思うんでね、まあええんですけど、だから本人が削除したつもりでもどっかでデータとして残ってたり、まあ、そういうことがあるんで、まあ、動画の取り扱いには注意した方がいいかもしれないですね、いうようなところで、これを喋ることで昨日無声動画無音動画やった、そのスカイライン動画、その気持ちが紛らうかなと思う今朝の通勤動画でした。またなんかスカイラインのリクエストとかそんなんでもあったらコメントいただけてもいいですし、いやでも見えひんのよ、スカイラインを見たい人はもうこのプリウスの動画絶対見えひん、喋ってんのなんかいいんやろね、スカイラインとかあのミッション動画を見たいだけなんやろね、まあいいんですけど、いいんですけど、はい、じゃあそんな感じでまた次の機会、次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。